はい、それではではすね今回の動画ではエクセルのローマン関数の、ね、使い方をやってみたいという,ふうに思いますで。このローマン関数なんですけどもアラビア数字をローマ数字に変換する関数ということで、まあ、その、ね、言葉の通りの関数なので、ね、早速やってみたいという,ふうに思います。 ではまず、ね、こちら A 列のところ、ここにまあアラビア数字、まあ、通常の数値が入ってますので、これを B 列のところに、ローマ数字に変換してみたいと思います。それでは、ね、まず関数の挿入ボタンを押してもらってでで、このローマン関数なんですけども、関数の分類は数学三角にありますので、こちらを選んで,で、関数名の中をクリックをしてもらって、アルファベットの R ですね、はい、押してもらってで、少し下に下がってもらうと、ローマン、こちらね、あると思いますので、こちらを選んで、OK ボタンを押します。 でこの数字のところは、このアラビア数字のまずはこの1が入っているところですね、ここのセルを選択してもらって、この書式のところなんですけれども、通常は特に何も記入しなくてもいいと思います、でこの辺、2とか3とかを指定すると、このローマ数字が多少その省略された形で表記されるということになるんですけれども、特にこの書式のところは入れなくてもいいと思いますので、そのまま OK ボタンですね。 はい、そうするとね、ローマ数字にこの1が変換されましたと、まあ、あと下はコピーをしてしまえば、こういった形でローマ数字になるということですね。はいまあ、このね、ローマン関数、それほどね、こう頻繁に使われる関数ではないとは思うんですけども、まあ、一応、このエクセルの方にこの関数が、ね、あるということは、まあ、それなりの需要が、ね、あるということだと思いましたので、まあね、今回、ご紹介をさせていただきまました、はい、それではは、ね、今回の動画は以上になりますありすあがとうございました。